皆さんこんにちは。今回の動画233話で役所の新チームの様子が描かれていたので、それを記念して役所の新チームはどんなチームなのか、新チーム誰が役所に残っているのか、エースは4番は、また新チームの課題も考え、役所新チーム特集をやっていきます。あとこの動画を最後まで見ていると思った方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。本題に入る前に、役所とはどんなチームか軽く紹介していきます。役所は第2エース11巻から登場。このチームは簡単に言うと、監督の雷蔵と雷蔵の息子雷智、この親子が役所に来たことによって劇的に強豪校へと変わったチーム。初登場回では選抜悪強の参考真中から、雷智は1年生ながらホームランを打ち、ダークホースとして印象を与えていました。雷智の同級生には秋葉、三島、1個上には真田、さらに1個下の友部と、雷智以外にも優秀な選手がたくさんいます。監督の雷蔵は適当そうに見えるが、野球の方ではチームのことや選手一人一人のことを考え、選手が熱くなるような言葉を送ったりする魅力的な人です。役所は初登場時、マシンやゲージなどがなかった。しかし選抜出場や選抜4強と結果を残したこともあり、講演会などから寄付をもらい、マシンなどの設備で環境の変化、他選抜効果もあり、優秀な1年生が入ったことによって選手層も徐々に充実してきました。ここでのポイントでは新チームのオーダーを考えていきます。その前に、雷智が2年夏第5回戦参考戦のオーダーをご覧ください。このオーダーは新チームになると、3番真田、6番平畑、7番阿部、8番米原、この4人が3年生なのでいなくなります。このように4つのポジションが新チームでは空きます。ちなみに残った選手の学年は、秋葉、雷智、三島、増田が2年生、友部が1年生となっています。これを見て思ったことは、昨年のイナイスのように旧オーダーから半分近く選手が残ってくれた。これを踏まえて、役所は新チームどんなオーダーやポジションになるか、現段階でスタメンで試合に出ている選手から決めていきます。まずポジション別で確認してみると、こちらになります。ピッチャーは友部、キャッチャーは秋葉、ファーストは三島、セカンドは増田、サードは雷智、ショートからライトは不在となりました。ここにはまだ登場していない雷智の同級生や、選抜に出場や都大会でも結果を残したことから役所に入学してきた有望な1年生、早川、黒木、谷口など、こちらの選手らが入ってくると思います。ちなみに1年の早川、黒木、谷口は、雷智が2年春間や夏祭、この2大会に出場経験ありです。春間の方では3人とも内野で出場、他にも2年生に1年生から公式戦を経験している森山がいます。これを踏まえて、ショートからライトを埋めてみた結果、このようになりました。新たに追加したのは、ファーストに黒木、セカンドに谷口、ショートに早川、センターに森山、1年生早川、2年生森山、この2人がメインポジションが空いていたので埋めることができました。レフトとライトが空いてしまった。なのでここには内野手の黒木や谷口、まだ登場していない選手が埋まってくると思います。レフトとライト、この2席はまだ不在ですが、新チームのオーダーはこのようにしました。1番キャッチャー秋葉、2番セカンド増田、3番サード雷智、4番ファースト三島、5番ピッチャー友部、6番センター森山、7番ショート早川。打順の方は3年生の真田が抜け、勝負強いバッターが1人いなくなった。なので雷智を2番にせず、クリーンナップに置きました。雷智を4番にしなかった理由は、役所監督雷蔵の影響です。雷蔵は選手の起用法に癖があり、これから雷智の同級生や下級生から強打者が現れた時に、雷智を柔軟にオーダーへ組めるようにしてあげためと思ったからです。しかし雷智を4番以外に組むためには、三島のさらなる成長が不可欠なので、三島の成長に注目です。ピッチャーの方は、友部が役所に来たことによって真田の穴は多少埋めることができた。他にも秋葉、三島、雷智、この3人はピッチャーができるため、友部がピッチャーをしないときは外野に回し、この3人誰かがピッチャーをするときは内野のどこかが空いてしまう。なのでそのポジションには1年生の谷口を起用。他にも1年生には打撃に魅力のある黒木がいるので、この黒木を外野手にコンバートさせて起用するのもありかなと思います。最後このポイントでは、新チームのピッチャー面、野手面のそれぞれの課題を考えていこうと思います。まずはピッチャー面から。ピッチャー面ではやはり誰がエースになるのか、これが一番の課題になってくると思います。現在役所にはピッチャーを本職にしている1年生友部、大会でピッチャー経験のある2年生雷智、三島、秋葉、計4人。ちなみに主の予想では、新チーム始動時だけ三島がエースナンバーを背負うと思います。
理由は特にありませんが、アクト2の233話で役者の新チームでの練習風景が描かれており、その時三島はバッティングピッチャーを務めていました。また三島は新チームキャプテンになるつもりでしたが、雷蔵の話にうまく乗せられてしまい、キャプテンを諦めフォードでチームを牽引することを決意。三島にはエースで4番という目標があり、一度だけライチが2番を打つため4番バッターを経験していますが、この目標を実現するために参考戦敗戦後は猛練習していると思います。 PS 新チーム投手陣は全員違った特色のあるピッチャー。ライチは制球力に難ありますが140を超えるムービングを投げる。三島はフォークを武器にバッターを打ち取っていく。秋葉はテンポが速い3クォーター。友部は唯一左投げでキレの良いスライダーを持っているピッチャー。旧チームの真田のような完投ができるピッチャーが新チームで誕生しなかった場合は、この4人をうまく起用し系統で勝負していった方が良いと思います。続いて野手面を見ていきます。野手面では前のポイントで紹介したポジション別を参考にしてみると、まだレギュラーが確定していないポジションがある。ここには誰が入ってくるのか、また打順の方では誰が1番バッター、誰がクリーンナップを務めるのか、まだまだあると思いますが、こういった課題が出てきます。特に主の考えでは、薬師が強くなるためには三島の成長が不可欠になってくると思います。新チームのキャプテンは同級生の秋葉が就任。またライチは現在参考戦の影響でメンタル面が崩壊している。三島はキャプテンになっていないし、ライチのようにメンタル崩壊をしていない。なので三島は新チームエースで4番になる勢いで練習に取り組み成長してほしいなと思いました。ライチはなんだかんだ期待開幕前にはメンタル面をいつも通りに戻してくる。そうなった場合、新チームでの4番バッターはライチでほぼ確定。前のポイントで見ましたが、監督の雷蔵は旧チームでライチを2番で打たせたりと癖のある起用法をしていた。なぜこの起用ができたのかは、ライチの後続に勝負強い真田がいたからだと思います。新チームではこの真田がいないため、勝負強いバッターが1人かける。なのでライチを旧チームのように起用する場合は島の成長が不可欠です。島今後聖堂のみゆきや参考の星田のようなチームには欠かせない4番バッターを目指してほしいです。以上、今回は薬師新チーム特集でした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見て良いと思った方は、チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと、Twitter とインスタもやってますので、フォローの方お待ちしております。今回の負けでは、新チームのピッチャー面や野手面の課題で登場した三島とはどんな選手なのか、これについて軽く触れていき、この動画を終わりたいと思います。三島は右投げ身内の選手。薬師自体は第2エース11巻から登場したが、三島は14巻から紹介されました。薬師では1年生から3番バッターを任され、直近で行われた2年の夏大会では4番バッターを任されるほどの好打者です。他にもピッチャーができ、練習試合や1年秋大会決勝の聖堂戦では先発ピッチャーをしています。140キロ近くのまっすぐとフォークを武器に相手バッターを打ち取っていく投球スタイル。三島はカウント取りにもフォーク、ランナーが三塁にいてもフォークと、このフォークは三島にとって自信のあるボールとなっています。三島の魅力は聖堂前座にも引けを取らないインコース打ちのスペシャリストだと思います。1年秋大決勝の聖堂戦、当時1年生で現聖堂エース沢村、2年春大の稲石戦、稲石エース七宮、この党を代表するピッチャーからインコースのボールを詰まりながらヒットを打っています。特に1年秋大決勝の聖堂戦、聖堂2番手沢村のボールをコンパクトに腕を折りたたんで体を回転させる技術を見せつけ、ヒットを打ったところは今後も三島は打撃において進化しそうだと思いました。三島は幼少の頃、当時無職だった現薬師監督雷蔵から目をつけられ、1日1000スイングと打撃指導をされていました。三島は小さい頃エースで4番、同世代の中では投打において1番だと思っていた。しかし三島はライチと出会ったことでこの考え方が激変、ライチを追い越すために薬師で進学したと三島は言っています。薬師に進学後は3回戦から2年春の関東大会まで3番バッターを任されていました。野手の他にも練習試合や1年秋大決勝の聖堂戦では先発ピッチャーを務めている。三島は薬師に入学してもエースで4番の座を狙っているが、同級生にはライチがいるためなかなか4番の座に着くことはできない。しかし2年夏大5回戦の参考戦ではライチが2番を打つため、高校初の4番の座に着くことができました。